ウなんだということで、どうもシャケほどでもないシャケトリックマン、シャケっていうね、本日はなんとなんとニャントニャントですよ。こちら現在クローズドベータテスト中のソウルゲージをやっていこうと思います。それでは、タップトゥスタートやっていくか。さあどんなゲームなのか。はい、ということで早速 CBT サーバー快適というね、まあね、クローズベータなんでね、まあ人はいないんでしょうか。早速入ってみましょう。入場。さあログインしました。やったね、ログインしたよ。キャラクター作成。さあまず名前。そう、僕の名前はシャケをとてもないシャケトリックマロ。そんな入るわけないから、そのフルネーム。さあシャー、あ、間違えた、シャキューにやった、シャキュー。シャキューはやばい、なんか分からんけど。シャケクマ。オッケー、完了。そして、剣士か魔法使い。いやー、やっぱ男ならね、剣士って言いたいところなんだけども、結構ね、魔法使い系が好きなので、魔法使いでやっていこうと思います。そして僕は、女の子じゃないので、男性系で可愛いな、女の子。可愛い、可愛いっす。何このポーズ。ちょっとたまらんな。はい、失礼いたしました。我に帰って、あとはラバンかエトラ。あ、さらにこれでまた、結構違うんだ。あら、かわいい。女性にしようかな。これもいいけどさ、これもたまらんよな。いや、まあ、わたわたちょっと冷静になって、あとはね、火属性とか水属性とかで言うと、僕は大体火を選ぶので、今回はラパンにしようと思います。ラパンか、ラパン、ラパン。よし、行こう。作成、キャラクター作成完了いたしましたでございます。ルル。それでは早速スタートしましょう。ランク50。マジでどういうこと、もうこれ50ですか。マップに入場します。さあさあ、ここはどうだ。ランク3のエイジさん。はあ、他の男女にはないどっか懐かしい感じがする。どういうこと。タップして移動してください。了解。あら、これ俺じゃないよね、エイジって人はね。なにこれ。ふぅ、あらあら、どうしたのかな。ここもソウルストーンを狙うモンスターでいっぱいだね。やれやれ、かかってきなよ。ということで、この浪人カーブとレベル20だけど大丈夫。タップしてターゲットを選んでください。再度タップすると攻撃します。おら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 。オッケー、いいね。かわいい。俺ドット好きなんだよね。なるほど、スキル選んで、ほう、なになになに、はは、コンビネーション、オーラスラスト強進撃ベンライトエッジレベル1。よっしゃ、いいね。あ、気持ちいい。あ、結構好き、こういう感じ。なんか強いのいるよ、周り。姉もね。まあいいや、フルボッコにしないよ。あ、いっぱいレベル、5個まで選べんじゃん。行くぜ、オーラスラスト、強進撃、晴天、ビ、あ、いや、よいしょ、今日も国、あ、うえ、せい、せい、イエス、オーイエス。さあ、倒せたかな？イエーイ。これ全部倒さなくてもいいのかな。いけねえ。倒せと。よりよりクールタイム中。なるほどね。クール。じゃあこいつを発動して。おお、陶器魔創剣。なんかこれ BCA って何これ。なんかいろいろできた。なになに CA。キャビンアテン、なに、ちょっと待って。え、はいはいはい。あ、スキルの下に C とか A とか書いてある。もしかするとこれ組み合わせられるってこと？そんなバナナ、いろいろできすぎか？ CA。は。へぇー。結構コンボ的なね。そんなサムスティングだ。なるほど。うぅー、神殿の執行者。おっと、これまた随分と物騒なやつが現れたな。ABC の順番でスキルを発動してください。了解。ABCD。D まではない。ほう。AB。コンボ ABC。はあ。ABC。ABC でやれば毎回コンボになるの？ A。
BC。 はあはあはあ。 A B く、うわー、待て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 、 ABC ABC AB 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 C。 おー、へー、なるほど。おー、倒したけど結構夢中になっちゃうな。君がラパンのユニークランカー3のエイジか。ラパンのユニークランカーはこの程度のモンスターに尻込みするのか。はあ、エドラのユニークランカーランク2のジースか。海の庭の塔も大したことないな。しかしこれではラパンとエドラのユニークランカーを競わせるためだけの塔じゃないか。僕は先に、お先に失礼するよ。うちのプリメーラランカーは約束にうるさいんでね。塔に入ってから感じた違和感は奴の気配だと思う。しかし、そういえば私が入った見習いランカーに不思議なオーラを持った奴がいると聞いたけど、偶然とも思えないタイミングだ。調べてみるか。はあ、なんかワクワクするね。数日前、ラパン森。キャ、助けて、そこのモンスターをやっつけてください。やれやれ、その代わりに何をしてくれるんだい。じゃあ犬ネズミの手下ってやつをやってやんよ、杖でポコポコと。ちょっとさっきの技だとね、ちょっと息いいよう感じるけど、ありがとうございます、おかげで助かりました。見たところランカーでもないのに軽くやっつけるなんてお強いんですね。なんだろうこの人の不思議なオーラ。申し遅れました。私はランカー管理機構ジャッジメントのマネージャーで、ハオと言います。ハオ、どうぞよろしくお願いいたしますね。クエスクリア！急にクリアした。え？ランカーご存知ないですか？そんな方がいるなんて。え？何も覚えてないですって。これは大変ですね。では、ランカーになってみてはどうですか？ランカーになって世界を歩き回れば記憶の手がかりを探すことができるかもしれませんよ。気持ちの整理がついたら私に声をかけてくださいね。今すぐやる。あれ、この第ゼロのグレードソウル、ランカーになる決意が固まったんですね。それではこのランカー登録書に指を当ててください。ほう、クエスクリア。お、何、指紋認証。おお、何これ。完全実力主義、至上主義、すべてはランクがものを言う。血で血を争う修羅の道、ランカーの世界ようこそ。冗談ですよ。すぐにでもなくした記憶を取り戻したいと思いでしょうが、むやみに大陸を歩き回るのはとても危険です。まずはランカーの基礎を勉強してください。この近くにあるトリアン村の防具商人パイルさんにこの登録書を渡してくださいね。はあ、オートイド楽ちん。ああ、こういうの助かるわ。あ、ね、最初結構ねどこかが分からなくて迷ったりするもんね。ラパンモリー、あ、絶賛オート移動中でござりまするということで、さあ上に入ったよ。でもまだ移動中ね。クエストクリア地点に到着。ほう、分かりやすすぎでしょ。便利やな。これはランカー登録書。はは、猫族団のせいかな。かなりの数のランカーが発見されたみたいだね。猫族団。私は防具商人のパイルってもんさ。何？君はランカーになる前の記憶はないのか。そいつは難儀だね。だが心配しなくてもいい。クエストを解決していけば何か手がかりが得られるさ。どれ？基本的な装備はできているようだが、その程度ではランカーとは言えないな。ランカー用の防具をあげるから装備してみな。本当にありがとう。Thank you。だってね、なんかね、ほぼ裸じゃね？なるほど、装着。いや、あ、見た目がちゃんと変わる！ドット絵でこれは熱い！やばい、ちょっとドット絵好きにはちょっとこれ、いや、高まるなぁ。マジか。ランカーが使う装備には、ソウルストーンがはめ込まれている。大切に扱うよ。さあ、あとはあそこにいる。バオじいさんに聞きな。これからもよろしく頼むよ。急に高われ。武器商人バオ。うはは。お前が新しい見習いランカーか。
もうすでにバイルから防具をもらったようだな。今度は私が武器をやる番だ。こいつはめっちゃくれるな。ランカーの装備にはソウルストーンがはめ込まれている。ソウルストーンはスキルというものを持っていてな、武器を装備すると付与されたスキルが使えるのだ。100分は一気にしかず。早速武器を装備してみろチン。了解。じゃあね、装備してみましょう。装着スキル、あ、さっきまでそうスキルがなかったけど、ショートカットに入れる。オッケー。武器を解除すれば当然そのスキルは使えなくなる。違う武器を装備するときはスキルも気をつけなぞ。覚えとくと良い。また解除した武器を装備すればそのスキルを使えるから、その点は安心して良いぞ。なるほど。まあそんなことは徐々に慣れていくとし、この広い体力を歩いて回るなんて無理だろうから、ペットが必要だ。ペット商人のマーサーのところでペットをもらうとよい。ペット？何それ、ワクワクしちゃう。こいつじゃない、こいつじゃない。ペットに乗ってるからこいつかと思ったわ。さあどこにいるの。あ、マーサーたん、この子やろ。あら、素敵なランカーさんがいらっしゃるよね。私はペット商人のマーサー。一人前のランカーならペットを飼うのが基本中の基本。ペットには大きく分けて移動型、攻撃型、回復型、補助魔法型の4つに分かれているの。攻撃型ランカーさんと一緒にモンスターを攻撃してくれる心強い味方ね。移動型は文字通り乗って移動できるわ。回復型は継続的に回復してくれるし、補助魔法型はいろんな補助スキルを持ってるの。まずは移動型ペットを1匹あげるわ。ペットスロットに登録してから使ってね。了解。ブヒブヒ。ペット装着、ペットショートカットに登録。ペット登録した。これで OK？ マジか、すげえ。これで早く移動できるわ。ただし注意点が一つ。左上に輝く青いゲージが見えるでしょ。ペットを呼ぶとスタミナが消費するわ。スタミナを消費する。ほう。でも心配しないで。スタミナは時間経過で回復するから、ペットは移動や戦闘をはじめいろいろな面でランカーさんを助けてくれる大事なお友達を。可愛がってあげて。さあ次は道具処理のアヤのところへ行ってみなさい。いろいろ行くな。まあ行ってみましょうね。タダでくれるんだからね。もらえるものはもらっておきましょう。さあじゃあアヤタン、道具屋アヤタン、いらっしゃいませ。新しいランカーさんの噂聞いてます。僕はトリアン村で道具処理をやってるアヤと申します。道具はショートカットと自動使用の2箇所を登録できます。自動使用ね、なるほど。ショートカットに登録した道具は自分で使わなければならないですが、自動使用に登録した道具は HP、MP が低くなると自動で使われます。いいね。では、道具を登録する方法を教えますね。クエスクエア。はい。消耗品。ショートカット。自動使用。OK!自動使用の道具が使われるタイミングはオプションで調整。調整できるんだ。いいね。なので確認してみてください。1人前になったランカーさんにはアジトが支給されて、将来的にはアジトで育てた材料で道具を作るのもできるんですよ。マジか。でも今のランカーさんでは当分の間は僕が売ってる道具に頼ることになります。はあ。あとはスキルの学者のコルトさんに会えばランカーの基礎は全て学べますよ。やっとやっと最後。さあ誰、あ、ペットいね。ペット乗ればよかったな。オート移動中に使ったら乗るのかな。あ、乗った。あ、でももうついちゃった。ヒャヒャ、近頃見習いなんかがよく訪ねてくるの。ふやお前さんは。ヒャヒャヒャ、なんでもないわい。面白いなんかが来たの。おお、そうじゃった。スキルの話じゃったな。装備にソウルストーンがはめ込まれておる。そしてソウルストーンにはそれぞれのスキルがあるのは知っておるじゃろ。わしからはスキルを強化する方法を教えてやろうかね。クエスクエア。スキルはソウルを集めて強化できるのじゃ。モンスターは皆それぞれソウルを持っておる。どれどれ、今装着しているスキルならば第ゼログレートのソウルが3個必要なんじゃ。ソウルを集めてきたらスキルを強化する方法を教えてやろうかの。近頃は猫族団のせいでおちょち外も歩けなくてな。猫族団の下っ端でも倒して大ゼログレートのソウルを集めておくれ。はあ。
なるほどね。では、行くか。その猫族団とやらを倒してやろうじゃないの。どこ？いきなり逆だったわ。オート移動楽やわ。お、来た。こいつらが。おめえらよ。くらえ、マジクアロー。おげ。くらいやがれ、マジクアロー。あれ？これもうそれとんじゃね？クエスクリア。これで、スキル、詳細、習得、マジカルレベル2、レベルアップ、アップ。いくら、どこにいんのお前、どっから話しかけてんの。いくらいい武器を手に入れてもスキルを強化せんと力は発揮できんぞ。スキル強化はランカーの基本中の基本じゃからの。どのスキルでもいいから試しにスキル強化してみな。はーい。てかほら、これね、オンラインゲームなんですよ、今更だけど。まあ、MMORPG なんでこうやってね、ほら、他のユーザーもね、いるわけですよ。いいね。一人じゃないって。さあ、これもう一回強化してみようか。装備？素材。何これ？皮。は？皮膚？兵法？詳細。取得。ひょうひょう、スキルはレベル9まで強化すると他のスキルに進化するぞ。へえ。もちろん必要なソウルを手に入れるのは難しいがの。ランカーの基礎はすべて取得されたようですね。今はまだ見習いですが、いずれ上級ランカーになって、エルテラ体力を歩き回ってみれば、記憶を取り戻す方法がきっと見つかります。それではランカーとして最初のクエスト！来た、いよいよ、最初のクエスト。ご存知かと思いますが、トリア村の近くのラパンの森は、猫族団に占領されています。村の近くにも猫族団の下っ端が現れています。まずは猫族団の下っ端をやっつけましょう。OK、任せろ！オート移動でな。ボスがいる的なサブスティング？まあいいや、とりあえずじゃあ倒してみるか。最初任務。ラバーの森にいる猫、シャッパーを、6体か !6 体倒せばいいのか。オッケーオッケー。クライアレ、マジックアロー、レベル 3! いいね。まだまだ撃つよ。倒してるけども。キュルキュル、キュルキュル再生されてる。お、なんかアイテム。アンカーのパンツにいた。アンカーのパン、猫からアンカーのパンツにいたよ。やばい！死ぬ！助けて！やめてあげてよ！あははははは！あー、1位やった。耐久度減少なしで復活。よし。あのね、アイテム、テストだからね。アルファテストなんで、使えるアイテムはどんどん使っちゃいましょう。こんなところで知る人ほんあんまおらんやろ。やばいな。でも魔法使いはね、ソロプレイ大変だよね。ぼっちはきついです。僕ぼっち。これラストかな。食らいやがれ、マジックアローレベル3。やった、お疲れ様です。さすがですね、期待した通りの実力です。猫族団はエトラのラコタ村からやってきたフェリックス族の盗賊団です。昔はジャッジメントとランカーしか攻撃しなかったのに、いつの間にか村人の人たちまで襲うようになって、フェリックス族は人間と仲のいい種族でしたのに、どうしてこんなことになってしまったのでしょうか。わかりません、全くもってわかりません。ということでクエッシュクリア。ふう、あ、そうだ、長い間モンスターと戦ってると疲れちゃいますよね。そんな時のために、おっと、戦闘を強化しました。何それ、めっちゃ楽やん。オート戦闘は戦闘活動を無意識化まで沈めて自動的に攻撃を行う行動です。波の戦士の持ち主では命取りにもなるので危険行為ですが、ランカーさんならきっと大丈夫です。へえ、オート攻撃、なるほどね。はい、ということでまあね、いろいろやってきましたが、皆さんいかがでしたかね。こうやって M…死んじゃいましたけどね。波の精神力じゃダメってこういうことかな。まあまだね、全然触りの部分ではございましたけどもね、僕はぼっちでしたけども、これね、まあクローズドベータということでまだ人は少ないけども、
この日本中世界中の人とね一緒にねこう楽しめるゲームですので、でキャラクターもねドット絵がすごくね燃える僕にはねぜひぜひ早く正式リリースが楽しみでたまらないですということでね、もしサービス開始したらぜひ一緒にやりましょう。ではここで見てくれてありがとう。おつくまきりダバランだ。